さあドライバーの右足に注目、アクセレーションエンジンがうなります。5秒前モードが停止。さあ後に戻ることはできません。レース交渉の船長、赤ダンプ点灯、そしてブラカートスタート。さあポルシタの佐藤海がホーショットを取るか、そしてアウトからは斉藤光陽がいい、斉藤光陽がいい、斉藤光陽が第1コーナーに追いつくも、佐藤海ホーショットがどうやら第1コーナーをホーショットで制します。さあドローンキャメラもこの模様を捉えていることでしょう。さあ1コーナー全車クリーンにクリア、高速エースコーナーからまもなく第1チャンピオン先頭の佐藤海守ります。斉藤光陽すぐ後方、2車線後方、第1コーナー第1チャンピオン立ち上がり、そしてダンロップ、ここはミドルからイン、トップ2台佐藤斉藤五葉、80ワールはどうか、ベッタイトをテールトゥーノーズ。さあここは前者の空気の壁スリップストリームを使って追いつこうというところ。さあ第2ヘアピンに関しては3台と多くあります。77の刈谷啓太、予選3番手からのスタートがここは3番手追いつきました。トップが佐藤斉藤五葉、刈谷、3台がパックになりました。さあバックストレッチで外に膨らむ斉藤五葉、仕掛けてくる最終コーナー、さあどうか、おーっとこれは大接近戦なのかどうか、誰がオープニングを取るのか、こうした佐藤海がうまく取りました。さあ1周終えて2周回目と入ります。さあオープニングラップは1分29秒056、佐藤海2番手、刈谷啓太、斉藤五葉、山谷ブランザッチが4番手に浮上、そしてリバティ高島が5番手、ダンディ6番手という1周目です。さあ1周目から仕掛けてきた各車両であります。いやーこの 998cc のエンジン45馬力というところで、やはりパワーでオーバーテイクは難しいともなれば、横に並んでコーナー立ち上がり勝負というところで、いやコーナーリングで気を吐いているマシンたちがあります。さて先頭集団は第2ヘアピンを指します。さあ先頭は佐藤海、そして仕掛けてくるデルタアタック三角の状況でいく斉藤五葉、高島リバティ2いきますね。さあその後方もですね、手に届き、もう本当に届きそうなくらいの距離なんですけども、やはりパワーでオーバーテイクが難しいか。さあその中3番手争いが、イエローのマシンがアウトからまくってくる、まくってくる、まくってくる。さあこれは122の山谷がこれは3番手争いに進出、そして2ワイド第1コーナーアウトから斉藤五葉、インサイドには佐藤海、佐藤海第1コーナーを守るか、第1コーナーを立ち上がる、2ワイドそのまま維持、浜座反射神先頭に出るのは76か、斉藤五葉が行く、そして高速エースコーナーからブレーキング勝負の第1ヘアピンはどうか、アウトサイドアウトサイドにいるのが佐藤海、しかしここで斉藤五葉が1ヘアでインサイドロックをオーバーテイク、ダンロップはどうか、ライン入れ替わるところでもここはトップを維持します。トップ斉藤五葉、ヤノバンキンレッサージ業務がトップに浮上です。 80R、さあこれはワンメイクの醍醐味ですよね。コーナーでの勝負並ぶオーバーテイク、いやここは腕の差が光ります。さあレーススタートして3周目、いやー10周回で争われるところ3周目であります。さあ普段のスーパーバトルオブニア8周回、その中今日はこの98人は10周回、いやー気が利かないですね最終コーナー。さあ皆様のグランドスタンドの皆様を見ているこの視線合図、さあコントロールラインへはポジション入れ替わって76斉藤五葉であります。さて後続のスリップを嫌ってか、第1コーナーはインサイドキープであります。斉藤五葉76号車、矢野バッキーレッサーズ業務がトップであります。そして第1コーナーを立ち上がって、ここはさあ立ち上げてスピードで遅れたが斉藤五葉、インサイドから佐藤海リバティが仕掛けてくる、第1ヘアピンはどうか、さあ大外から行く白色のマシン佐藤海であるが、第1ヘアピンのコーナーリングで
さあしかしここはプレッシャーを与え続けなければならない佐藤海2番手、さらにはカリア、ケータ、TC パッドクラブも3番手にいるぞというところで後ろも気にしなければならない。そしてイエローのプラザチキサラズ、122のヤマヤが4番手でいる。これはトップグループにとっては後続これを抑えながらトップいかなければならない。これは苦しいですね。さあその中バックストレッチでヤマヤプランツアッチがスピードが伸びないぞ。さあポジションを落としているようだ。さて今コントロールラインを通過、4周終了、5周目であります。さあ1分22秒台の攻防、中盤の争いは23秒台、そして後続片岡聡を筆頭に21秒6というレース中の最速ラップをマークしていきます。さあそのため現在パック走行高速 S 字コーナーから約 200m の区間で全車がパックになっている状況です。いやーワンミスは当然命取りであります。ポジション交代は必須というところ、ここは集中力必要なレース、折り返し5周目であります。さあ現在トップは斉藤吾陽、矢野板金、レッサー事業部がリード。ブレーキングからの一気に並びオーバーテイク、そこが光りました。さあそうなると、逆に斉藤吾陽、佐藤海に同じ手の宇宙、そういった走行で逆転を許す可能性もある中、どうでしょうね、バックストレッチや。さあバックストレッチでは現在斉藤吾陽がリード、そして一車線後方、すぐ後方には佐藤海、リバティ112のホワイトのマシンです。さあぴったりとついたコントロールライン、第1コーナーへかけてスリップスリーのもの40走、1コーナー仕掛けるか両者。さあ第1コーナー動きがあるか、ここはうまくディフェンスライン、うまいトップの斉藤吾陽76、ここは守ります。そして2番手にはホワイト、リバティ、佐藤、そして77 TC パッドのカリアが頑張って、いやここはもう一瞬がですねポジションダウンを生む、そういったことになります。集中力が必要であります。6ラップ目、さあダンロップを通過、トップ陣営、そして中盤手がオーバーなんか。さあ一瞬縁石からタイヤ車輪を1本分グリーンに落とすという車両がいましたが、そのままコース復帰をしています。いやもうギリギリのところのせめぎ合いですね。いやこれは本当にカロリー消費しますよね、ドライバー。さあバックストレッチにいるバックストレッチ11台の車両。さあレースは6周をまもなく消化をする、最終コーナーにやってきたトップ陣営、ピンク色のマシン斉藤吾陽。さあ今年は第1戦では7位という結果ではありました。さあこの中2021年の第2戦5月高卒賞を獲得した腕の内選手です。さあ斉藤吾陽は今日この第3戦、オープニングラップ仕掛けていきました。さあここまでレースを支配しています。さて動きがあるか、第1ヘッピー一瞬アウトサイドから佐藤海が仕掛けるも並ぶも、第1ヘアピンでうまく頭抜け出るのは斉藤吾陽、トップを守ります。レースラップは22秒台というところで11台が並んでいるという、いやこれはもう拮抗してますね。いやこの11台誰がワンチャン優勝するかわからない展開ですね。さあレースは6周を終えて7ラップ目、さあどうでしょうかね、これはドライバーもしびれる、そしてスタンドのお客さんもしびれるというところ、いやチェッカーを受けるまで気がじゃないですね。さあ車両は最終コーナーへとやってきた、スリップストリームの使い合い、76の斉藤吾陽コントロールラインを通過、スリップストリームを使って2番手の佐藤海、第1コーナーへかけてどうか、ここはディフェンスライントップ、斉藤吾陽は守る
そして刈谷啓太、山谷も先ほどのコントロールライン通過地点でスリップストリーム、ここはうまく抜け出ていった山谷でしたが、第1コーナーで刈谷3番手はディフェンスを抑える展開です。さあ、トップ勢はガマスコールにまもなく到達です。さあ、ドローンキャメラマンも追いかけます。この熱い998チャレンジラウンド3の模様を追いかけます。さあ、8周回目に入っていきました。トップマウルはヤドバンキ斉藤五葉。さて、ただいま第200ピンを通過、バックストレッチと入ります。さあ、ここでですね、伸びがあるのはトップヤドバンキ76の斉藤五葉。そしてここまでフォーシッタースタートの佐藤海ですけども、3番手にプレッシャーを与えられ続ける。さあ、どうか。3番手の刈谷啓太が第1コーナー、2番手の佐藤海の横に並ぶ。サイドロックオン、しかしここはインサイドの佐藤海に分がある。うわ、第1コーナーを立ち上がって並ぶ。抑えた、うまいディフェンス佐藤海。しかしここですね、次々と勝負ポイントがきます。第1アピン、打得は斉藤五葉、そして2番手には佐藤海。さあ、これは佐藤海、2番手には斉藤五葉のトレースラインでまずは行って守らなければならない。さあ、しかしこの刈谷啓太のディフェンスをしながら、ですからちょっとこれは、いや、難しいですね。さあ、現在は2番手の佐藤海はトップまで 0.3 秒差、3番手の刈谷啓太はトップまで 0.5 秒差、4番手のブランザッチ山谷は 0.8 秒差、トップまで。リバティ998の128、高島選手は1秒差というところです。残りは1周半。さあ、どうでしょう。トップ陣は今最終コーナーへとやってきた。さあ、最終コーナーで2ワイド横並びというところ、2番手争い。さあ、横並びサイドロックオン状況、そして3ワイドに変わる。第1コーナー大丈夫か。さあ、ここはしびれる3ワイドが見れるのも998チャレンジならではです。刈谷、佐藤、山谷の3ワイド、第1コーナーを立ち上がってどうか。ファイナルラップインをしているところ、勝負ポイントはここにあるか。高速 S 字コーナーを得て3番手争い、ここに動きがありそうだ。2ワイドからインサイドをズバッと赤色のマシン、高島か。さあ、第1アピンを立ち上がってコース半周、トップを守るはヤドバンキレッサー事業部斉藤五葉、80R に行く。そして佐藤海はこの段階で3番手にドロップ。刈谷啓太の追撃にドロップをして3番手。さて、トップは斉藤、刈谷2番手、佐藤海3番手、山谷上回って高島5番手、片岡聡6番手まで浮上です。さあ、バックストレッチ、そして最終コーナーを望むのみとなりました。それではお客様、この最後の勇姿をどうぞ温かい声援のもとお迎えください。さて、998チャレンジミユーロフェス第3戦、どうでしょうか。優勝争いは写真判定かどうか。さあ、優勝はヤドバンキレッサー事業部斉藤五葉、第2位は TC パッドクラブ刈谷啓太、第3位は僅差です、リバティ佐藤海。そして4位は逆転、リバティ高島秀夫。いやー、高島とのせめぎ合い、5位チェッカーはブランズアッチ山谷茂雄、6位チェッカーはここまで挽回をしてきました片岡聡、木村浩は7番手7位、そしてダンディ高田は8位、金倉昌司は9位、秋山10位、島忠則は11位となりました。さあ、ユーロフェス2022998チャレンジ決勝の模様をお送りいたしました。